ただいまより台湾踊り担大臣と群馬県山本一太知事とのオンライン対談を開催いたします。私は群馬県台湾総会宇田里と申します。よろしくお願いいたします。はじめに本日こちらの会場には多くの方が出席しているため、群馬県側は全員マスクを着用しておりますが、ご理解いただければ幸いです。それでは県台湾総会を代表し、譚大臣に謝意を申し上げたいと思います。唐委员你好，我是群马县台湾总会何守珍。首先，我感谢您在百忙中接受我们的邀请，给群马县及群马县的年轻人如此宝贵的机会。相信这一个半小时会是他们人生重要的一刻，也希望透过这次的对话能给他们新的启示。最后，再次代表住在群马县的台湾所有人民及群马县民向您致最高的敬意，谢谢。簡単に先ほどの内容をちょっと日本語で説明させていただきます。譚大臣にお忙しい中にもかかわらず、私たちの要望に応えていただき、群馬県そして群馬県の若者皆さんのためにこのような機会を与えてくださり、誠にありがとうございます。限られた1時間半ですが、おそらく参加者にとって大事なひとときになることでしょう。そして今回の対話を通じて新しい発想が芽生えてくるかもしれません。大いに期待したいという内容でした。はい。それでは山本一太群馬県知事に進行をお願いしたいと思います。山本知事、はい、よろしくお願いいたします。踊り譚大臣、はじめまして。群馬県知事の山本一太です。群馬県は私のもとで昨年新しい総合計画、群馬県の未来図である新しい総合計画をまとめました。その中で群馬県の20年後の姿を描いたビジョンというものを発信をいたしました。そのビジョンを一言で言うと、こういう文言で表現されています。群馬県が20年後に目指す姿は、群馬県民、すべての県民が、年齢、性別、宗教、国籍、そして障害の有無等にかかわらず、誰一人取り残されることなく、それぞれが思い描く人生を生き、幸福を実感できる、自立分散型の社会ということです。こういう理念を県として掲げた知事として、私が今世界で一番お話をしたい、いろいろと お聞きをしたい、その一人が踊り譚大臣で、ということで、今日はですね、こうして大臣と対談をする機会をいただけたことを大変嬉しく思っておりますし、また今や台湾のデジタル政策を牽引する世界的な注目を集める踊り譚大臣とこうしてお目にかかれる、いろんなお話ができるということを大変光栄に存じております。まず冒頭ですね、せっかくなので譚大臣に群馬県の簡単なご紹介をさせていただきたいというふうに思っています。私が知事を務めるこの群馬県は、いわゆる東京を中心とする首都圏というところに位置しております。東京からは新幹線で1時間弱の距離にありますが、東京に近いんですけれども、非常に雄大な自然に囲まれたとっても素晴らしいところです。特に有名なのは温泉で、私のふるさとでもある草津温泉、伊香保温泉、水上温泉、四万温泉という4つの温泉郷があって、まあ、観光地としても大変にぎわっている日本一の温泉県と言ってもいいと思います。さらに農業も畜産業もとても盛んで、例えばキャベツは全国一の生産量を誇っています。ものづくり産業も非常に盛んな場所です。
大臣、今ですね、日本政府もそして地方の政府もそうなんですけども、2週間後に控えた東京オリンピック・パラリンピックに向けて、とにかく新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための、この拡大を防ぐためのさまざまな対策を講じています。残念ながらなかなか今東京の状況が厳しくて、今日政府が正式に東京に4回目の緊急事態宣言を適用するという流れにはなっていますけれども、群馬県もこの中でさまざまな新型コロナ対策を講じてまいりました。幸いなことに現時点でいうと、群馬県は首都圏の中でもずば抜けて感染者数が少ない、感染率を低く抑えられております。ただ東京の影響を受けやすいということもありますし、首都圏全体がですね、感染者リバウンドの状況に見舞われているので、なかなか油断はできないと、緊張感を持ってですね、日々知事として、県政を運営しているというところです。今日大臣に最初にお聞きしたいことがあります。台湾がこのCOVID-19 新型コロナ対策において、やはり世界で最も成功した国家の一つであるというこの事実は疑う余地がないというふうに思っています。丹大臣が打ち出したさまざまな斬新な政策、例えばシビック、なんていうか市民の力を活用したシビックテクノロジー等々を駆使したマスク配布のですね、マップの開発とか、あるいはデジタルを使ったさまざまな、なんていうか発信のアイデアとか、私自身も大変勉強させていただいておりますし、日本を含む世界が台湾の実績から学ぶべきことは非常に多いというふうに思っています。このことを前提にですね、ご質問したいと思うんですけども、その中でもですね、この5月台湾でですね、感染の再拡大が発生をしました。これは再拡大といっても、日本とかヨーロッパから比べればかなり低いレベルでありますけども、2日間で1万人ぐらいの感染者が出たという状況になっています。丹大臣もですね、ずっとこう台湾のメディアをフォローしてるんですけども、例えばこの間確かですね、ワクチン接種の予約システムを作られたということも伺ってますし、これが台湾の国民の皆さんのカードとか、あるいはその保険証のカードとかだけで申し込むのではなくて、もうちょっとスマホに弱い方々、弱者にも配慮してですね、コンビニでも予約ができるようにしたと、こういう情報もいろいろと入ってきています。でこういう状況の中、台湾で初めてコロナが始まってから本格的な再拡大があるという新しい状況の中で、丹大臣が、台湾政府がこれからこの状況にどうやって対応していくのか、もちろん台湾はですね、丹大臣の実はこの対談の前に書籍も何冊か読ませていただきましたし、大臣が各県の知事と行った対談とか、あるいは IBM ジャパンで基調講演されたのは全部昨日聞いて参りましたので、もちろん台湾はですね、丹大臣を中心に、進化を続ける民主主義、オープンガバメントを使ってですね、この逆境も当然必ず乗り越えていくというふうに確信をしておりますが、この新しい状況を丹大臣がどう捉えておられるのか、そしてこの台湾がおそらく COVID-19 が発生してから初めて直面したこの状況をですね、どんな戦略で乗り越えていこうとしておられるのか、さらには大臣がですね、デジタル担当大臣としてずっと大事にしてこられた、いわゆるその政府と国民、政府と市民との信頼関係ですね、これはもちろん確固たるものがあると思いますが、今蔡英文総統のワクチン政策をめぐって台湾の国内でもいろんな意見があったり批判も出てきているということで、ある意味この国民と市民、政府と市民、政府と国民とのこの信頼関係が試されているという、タイミングでもあるのかなというふうに思っておりますけれども、そこら辺のことについてですね、丹大臣の考えをまず、群馬県知事として今県内のとにかくコロナ感染症を抑えて県民の命をと健康を守るために全力を尽くしている知事として、まずそこから大臣のお考えを伺えれば幸いでございます。
知事、ありがとうございます。よろしいですか、私の声聞こえてますか。この機会をいただきありがとうございます。意見交換の機会をいただきました。まず、皆様に対して、日本の人々、そして日本政府の第2回目のワクチンのアストラゼネカのワクチン の, その、まあ、寄付していただいてありがとうございます。この2回分 の, そのワクチンの寄付がなければ私は個人的にもその2回目の接種を受けることができませんでした。2回目の接種を数週間前私受けましたので本当にまた あちこち行けることができました。本当にありがとうございます。そして日本からのワクチン、そして米国、そして寄付をいただいたわけなんですけれども、アストラゼネカとモデルナ の, そのワクチンの出荷がまた我々も、ね、来てるんですけれども、まあ、100万回の、まあ、1週間に100万回の接種が行われております。つまりは我々のワクチン接種 の, そのスケジュールが加速しております。まあ、それが可能になっているのは、まあ、直近に第一波、これが本当に最初の第一波ですね、台湾において。今、足元、今日なんですけれども、18 の, その、まあ、感染者ですね、その高い人数ではありません。でも、そのピーク、1ヶ月前 の, そのピークを覚えてますので、ね、本当にまだ記憶に新しいわけです。ですので、記録的な数でワクチンの接種を受けております。1回目の接種の時は、まあ、4月半ばだったんですけれども、友人ですとか家族を説得しなければいけませんです、ワクチンを受けてくださいと、まあ、本当に私のことを聞きはしませんでした。まあ、台湾は、まあ、まあ、本当に市中感染がなかったわけですので、ワクチンを受けるなんてちょっと変わってるなと思われたわけです。でも、こうやって2回受けて、まあ、海外にも旅したいですね。でもその、まあ、3ヶ月ですけれども、非常に大きな台湾人の生活にが変化しました。ワクチンの接種が加速するには、我々 の, その戦略において重要なのは、これはデジタルテクノロジーでこれは支援ができると思います。これを世界中で見たわけなんですけれども、まあ、人々は違う、まあ、そのワクチンの種類が好まれる種類がわけですね。モデルナがアストラゼネカのモデルナが台湾の方がいいと言います。でもアストラゼネカの方がモデルナよりいいという人もいるわけです。デジタルテクノロジーがおいて非常に幅広い調査をしました。アンケートをしました。まあ、本当に今日が正式のキックオフだったんですけれども、台湾の人みんなに対するアンケートですね。まず50歳以上の方が まずワクチンを受けるわけですね。まあ、リスクが高いので50歳以上の人、もしくは、まあ、基礎疾患で、まあ、リスクがある人々、これがこの2つのグループの人々に対してアンケートを取りました。どちらがいいですか、モデルナですか、アストラゼネカですか、それともどちらでもいいですかと聞くわけです。そしてもう何百万の回答が来るわけで、それはその携帯電話の番号があって、でどこの県でワクチンを接種したいのかということが答えが入ってくるわけです。そして日本からの寄付がいただいて、その数週間その在庫が分かるわけですね。例えばアストラゼネカを受けたい、もしくはアストラゼネカを受けたいという人に対してそれが知らせができるわけです。例えば100万160万 の, そ の, ワクチンの数があると、ぴったりそれを出荷して、そしてアストラゼネカが欲しいといった人たちに対してそれをきちんと出荷できるわけです。ですのでこの人たちが来るんだなと、で無駄にならないわけです。そして、まあ、ただ急にキャンセルがあったりですとか急にやめたということがないわけですね。本当にこれを受けたいという人が来るですので、きちんと接種ができる、この好み の, そのアンケートを取ることというのが取ることによって、実際にワクチンのどの種類が欲しいのかということをこのアンケートが取れて、我々のワクチンの接種回数を加速することができました。今後できると思います。
ありがとうございます。やはり、これは台湾の制度もそうなんだと思いますが、まあ、特に踊り丹大臣がですね、台湾のデジタル化というものをかなり加速させたということもあると思うんですが、やはり例えば V ガバメントとかですね、ジョインとか、いわゆるその国民の声を直接吸い上げる仕組み、それから政府の方から直接数多くの国民に届ける、そういうそのデジタルの仕組みを作っているというところが、まあ、改めて台湾の強みであり、まあ、丹大臣のですね、やっぱりすごいところだなということを感じました。なかなかまだ群馬県はデジタル後進県だったもんですから、私になってから今一生懸命デジタル化を加速してるんですが、やはり丹大臣がいつもおっしゃっているように、インターネットデジタルというものは間接民主主義の弱点を補うと、つまり大勢の人たち、丹大臣がよく傾聴とおっしゃってますけども、意見にしっかりと耳を傾けるためのツールとして非常に有効だというお話をですね、ご著書の中で読んだんですけども、まあ、群馬県としても少し丹大臣がずっとやっているように、こうしたデータ分析ができる仕組みをですね、しっかり我々も作っていこうと今のお話を伺いながら思いました。そこで台湾の政策についてはお聞きしたいことも山ほどあるんですけども、時間も限られてますので、ちょっと次のトピックに行かせていただければと思います。丹大臣、私は群馬県知事になる前に24年間与党自民党の国会議員を務めておりました。で、第二次安倍政権では内閣府の特命担当大臣を経験をして、その時には IT とか科学技術の実は担当もやっておりました。で、国会議員の仕事はですね、これも今丹大臣が日本でいう閣僚としてご活躍をしているのでよくお分かりと思うんですけども、国会議員の仕事はやはり今一言で言うとルールメーカーとも言うべきもので、法律を作る、制度を作る、これはものすごく大事なことだというふうに思っています。で、二十何年間か国会議員を経験して群馬県知事になったわけなんですけども、まあ知事はですね、大臣ご存じの通りガバナーということで、議員内閣制ではなくて県政というものは大統領制に近いので、まあ、知事は知事として国会議員の時はルールメーカーの一人だという意識があったんですけども、知事はいわば現場のプレイヤーの代表という感覚があってですね、まあ、同じ地域で頑張っている、私もここで生まれたんですが、県民の代表として仕事ができるという、まあ、醍醐味とかやりがいもですね、大変感じているところなんですね。で、その中で丹大臣、改めて思うことはですね、いかなる状況にあっても国であろうと地方であろうと一番大事なことは教育だということなんです。で、実は群馬県でもですね、さまざまな教育イノベーションを進めています。丹大臣がですね、やはりイノベーションの基礎っていうのは、これは寛容の精神とインクルージョンであると、すなわち誰も取り残さずにやっぱりしっかり皆さんみんなに参加してもらうことだというふうにおっしゃってるんですが、群馬県もそういう精神の下で今一生懸命教育イノベーションを進めています。そこで実は群馬県ではですね、これからの時代に育てたい、人材ということで、こういうコンセプトを立てました。指導人って言うんですが、これやっぱり日本と台湾の共通のところで、漢字を見ればすぐに丹大臣に分かっていただけると思うんですけども、初めて動く人と書きます。この指導人ってどういうものかっていうとですね、戦後日本がいわゆるその戦後の成長時代にですね、大量消費大量生産の時代があったわけですけども、この時代はやはりみんなと同じ方向を向いて競争する人にスポットが当たっていたと思うんです。例えばいい大学に入るとか、あるいは大きな企業に入るとか、こういうところの競争で秀でた人たちにスポットライトが当たってたと思うんですが、やはり群馬県が考えているのはですね、今やこれだけ変化の激しい時代、明確な答えがない、人の価値観もものすごく多様化している中でいうと、そういうみんなが同じ方向を目指していく中の競争ではなくて、自分の頭で生き抜く力、例えば今まで人が目指していなかった領域を目指して歩き出す力、そういう勇気を持っている人、これを指導人というふうに呼んで、こういう人が生まれやすい環境を作りたいと。そのためには丹大臣と全く同じ感覚なんですけども、寛容性、そして多様性を受けれるやっぱ教育が大事だというふうに思ってるんですが、まず丹大臣にこの考え方についてどう思われるのかということと、丹大臣がご覧になってですね、このデジタルイノベーションの時代に求められる人材の姿、いわゆるこれから子どもたちも若者たちもそうなんですが、身につけておくべき素養というものはどんなものがあるとお考えになっているでしょうか。
ありがとうございます。私も強くイニシアチブを取ることを信じております。つまりレナ・コーエンを引用するんですけれども、まあ、カナダのソングライターなんですけれども、どのものにもまあひびがある、そのようにひびから光が入ってくるですね。ですのでひびをの悪いということではなくて、ひびに感謝するわけですね。これをチャンスと見るわけです。そしてイニシアチブを取って新しいアイデアをこれをその取り入れるわけです。また同時にダイバーシティ、多様性というものが、もし人々が誰の立場にも取ることを学ぶことがを一番いいと思います。まあ、どちらの側に立つではなくて、まあ、同じ違う立場の人たちを同時に見る、理解するということですね。というのも価値は今多元的です。例えば、まあ、経済的な発展もそれも重要だという人もいるでしょう。でも地球全体を、また環境を非常に気にする人もいます。また社会的な平等性ということが40年前よりも非常にやっぱり重要性をが帯びてきております。ですのでこのような多様な見方があるので、そしてイノベーションを誰も取り残さない、どの価値も取り残さないということが重要です。人ではなくて、人を取り残すではなくて、例えばアイデアを推進する、例えば循環景気で、例えば古いジーンズからファッショナブルな衣類を作る、これ経済的にも環境的にもいいわけですね。そして例えばそれをまた仕事にする人にとって社会的平等性が維持されるわけです。これがこっちかあっちかではなくて、我々は常に、まあ、全ての17のその価値というものを、まあ、持続可能性にそれを取り込むことが大事だというふうに思っております。ありがとうございます。まあ、丹大臣が多様性というキーワードをおっしゃったんですけども、群馬県はですね、まあ、私が知事になっていくつかのベクトル、新しい基軸を打ち出しているんですけども、その中に多文化共生、共創、共に作るというコンセプトがあります。例えば今群馬県にはですね、ここで住んでいろんな場所で働いておられる外国籍の方々がだいたい 3% ぐらいいるんですけども、こうした方々のことを私は外国籍の住民ではなくて外国人県民と呼んでるんですね。で、群馬県を発展させていくためには、いつも大臣がおっしゃっている通り、やっぱ多様な価値観を持った人々が集まることが大事だと。我々はこの外国籍の県民の皆さんも仲間として協力をして、まあ群馬県を発展させていくべきだというふうに思っていまして、群馬県はですね、この多文化共生共創というコンセプトを、特に外国人の方が群馬県に、というか全国に増えてきている時代の中では初めて47都道府県に先駆けて、これを推進する条例も作りました。やはり大臣がいつもおっしゃっているように、同じなんていうか考えを持った人たちだけが行政の中に来たら結局同じものしか生まれないので、いろんな世の中には人がいると、大臣が常に傾聴というお言葉を使いますけども、自分と違う意見の人にも耳を傾けて、やっぱり世の中にはこういう普遍的な価値があるとか、こういう見方もあるんだっていうことを考えながらやっぱり進んでいくことが、丹大臣のおっしゃるインクルージョン、全ての人たちに、まあ、参加をしてもらって政治を作っていくっていうことにですね、つながるんじゃないかということを今改めて感じました。大臣、これも何度もいろんなところで聞かれてるんですけど、この多文化共生というコンセプトをなかなか保守的な群馬県で進めていくっていうのはなかなか大変なことで、このコンセプトをまとめる時もなかなか最初は理解していただけない方もいたので、まあ、知事が県内中ずっと暗議しながら、ワークショップみたいなものをやりながら、なんとかこの計画を県議会にも認めてもらったんですが、大臣から見て多文化共生の社会を作るための鍵っていろいろあると思うんですけど、一番大事なことを一言で言うと何でしょうか。Certainly.
はい、一番重要なことはその楽しいということですね。これはあまり、まあ、いわゆる公共サービスであまり強調されないんですけれども、この、まあ、社会イノベーションの3つの柱、ファスト、フェア、ファン、早く公平で楽しいということですね。我々公共部門で働くと効率性、平等、非常に重要ですね。しかしユーモア、楽しさ、そして本当にまあ活発な議論、会話をするということ、本当に無限のそのイマジネーション、クリエイティビティ、アート、芸術、デザイン、これがまあ足りないみたいです。本当にそのまあヒアリングですとか見ると、まあそういったものが足りないように思います。ですので過去 4,5 年の私の考え方はユーモア、楽しさ、そして本当に心が軽くなるような楽しさというものを公共サービスに紹介することです。ですので私のイメージは、まあまあ、日本人のラップの方々もリミックスをしてくれますね。ヒップホップでリミックスをしてくれますよね、日本の方も。そしてまあ台湾 その人たちもそうやってリミックスをしてくれます。ですのでただ単にそのことのその魅力だけではなくて、それがどのぐらいそれがあのまあアクセスしやすいのか、例えばこの規制だこの規制だということにあの集中すると、まああの集中するだけで、例えばあの大統領総統 そのハッカソンというものがあるので、まあそういったことにこういった楽しさに慣れてくると、こういったことに参加するとなんか普通じゃない、面白いことが起こるんじゃないのかなということを期待して、そしてこれを話題に載せる、そして社会的にこれが改善につながるわけです。例えばジョイントプラットフォームでは、これは訴えがあったわけですね。台湾はそのあのタイムゾーンは GMT プラス9、つまりそれはまあ一つ日本にと一緒の時間帯にしろというような訴えがあったわけですね。ですので、それでもまあその反対する反動として今の時間ゾーンでいいんだと、まあこれはまあちょっとふざけてるようなんですけれども、でも本当にみんな自分たちの意見をオープンに言うということの証拠だと思うんです。この2つこの訴えの言い続けた人たちを同じ部屋に入れて、そして競争を促進したんですね。そして両方が人権として、そして民主デジタル民主主義というものを世界に広げようと、まあ、そちらの方が国際的な舞台では利用だろうと、まあ、そのタイムゾーンを変えるだけではなくても、もちろんそれはニュースになるんですけれども、まあ、もしかして悪い意味かもしれませんね。まあ、それでも1日か2日しか持たないわけですよ、そんなことをしても。ですので、まあ、両者は、まあまあ、台湾をより世界ステージに上げようと、もともとのアイデアではなくて、まあ、そのタイムゾーンを変えるというあのだけではないわけですね。ですのでこういうように楽しくやってるんですよと、まあ、競争がの魅力、まあ、非常に違う立場でも、まあ、共通の視点がこれやって競争できるわけです。ありがとうございます。あの私の問いは多文化共生競争を進めていく上で、鍵となるものは何かっていうことに対してですね、丹大臣が楽しいことだと、これはとても日本語で言うと目から鱗でした。やっぱり人間は楽しいとみんなが参加しやすい、楽しいことじゃないと共鳴を覚えないっていうことなんだろうなと思います。そこで今のあの大臣のこの楽しいっていう言葉からちょっと次の質問に移っていきたいと思うんですけども、やはり丹大臣が世界的に注目された理由の一つはですね、やっぱデジタル時代のこうコミュニケーション能力っていうことだと思うんです。特にそのパンデミックのような危機的な状況に置かれた時には、行政としてはやはりあの市民とか国民とのリスクコミュニケーションというものがすごく大事になってくるわけですよね。であの例えばデジタルは、これは大臣には釈迦に説法ですけども、インターネットにも光と影があって、大臣が著書でお書きになっているようにデジタル民主主義にもいいとこばっかりじゃなくて課題もあるということだと思うんですけども、例えば群馬県はですね、インターネット上の誹謗中傷で被害を受けた方々を、支援をするっていう条例を47都道府県で初めて、実は先般制定をさせていただきました。でインターネットの情報っていうのはもちろん玉石混交で人を傷つけるようなものもあるということで、まあ、普通はの為政者だったら何を考えるかっていうと、そういうことを取り締まっていこうと、
むしろそういう、なんて言うんでしょうか、発信がないように罰則を強めていこうみたいな発想をするところをですね、やっぱり丹大臣がおっしゃった、これ本当の名言だと思うんですけども、ヒューモアオーバーウーマーっていうね、つまりデマに対抗するのはユーモアであると。でこういう形でやっぱりデジタルから、いわゆるデジタルを使っている方々へのメッセージを使うのにユーモアを使ったと。私もはっきり覚えてるんですが、確か日本の柴犬のチャイとかちゃんとかいう犬を使ってですね、確かなんか手を洗おうっていう運動だったかマスクだったか、あれ見たらみんなやっぱりすごく嬉しくて、なんか面白いねって言って友達とシェアすると思うんですよね。で大臣に聞きたいのは、まあ、そういうエピソードは丹大臣にたくさんあるんですけども、政策の中でデジタル時代のコミュニケーション、どうやったら、我々が目指す、台湾はこれを実現しているわけなんですけども、行政と市民、国民の間の信頼関係を作るための情報発信ができるんでしょうか。そして信頼を得るためには、そして信頼をすることです。ですので、公務員に対しまして、人々を、国民を信じなさいと、もしかして信じ返さないかもしれませんけど、まず我々の方で国民を信じることです。どのようにしてそれを見せるかということならば、我々は透明性、我々の仕事を透明にするわけです。例えばロビーストですとか、ジャーナリストの私のミーティングはすべて記録して、それが議事録、そういうビデオをすべてオンラインで公開します。ですので私の YouTube チャンネルをフォローしていると、実際に私の生活、私の仕事を、リアルタイムで見られるわけです。そしてジャーナリストが質問をすると、ジャーナリストの方で、人々のそういった知識に貢献しているんだ。ですのでコンテクストから、文脈からそれを取り出さなきゃ、出さないわけですね。すでに出版するともそこコンテクストがあるわけですので、ロピストは私が信頼しているということを見るわけです。もしくはカメラですとかテープ録画を指して、これが皆様の将来世代の時計ですというわけです、見てるわけですよと。ですので、未来の世代のためのことしか我々を議論するわけですね。短期的なことではなくて長期的なことを議論するわけです。ですのでその競争ということがこれにつながるわけです。でもこのまた同時に、こうやって見せることによって、これ我々の世界がどのような影響があるのか、それが前向きに捉えてくれると思います。これが非常に劇的な透明性ということを私は主張したわけなんですけれども、その持続的な成長に対してロビー氏とか、その反対の議論をしたものがありません。いつ全部公開されてしまうので、彼にとってもそれはまずいわけですよね。ですのでこのようなことが本当公開する透明性ということが非常に重要です。ですので対話というものが促進されて、そしてそのもう根底に信頼があるわけです。また扉の2人でしか公開されないような議論だと、この2人にしか信頼関係がないわけですけれども、こういった形ですとみんなに信頼が醸成されるわけです。ありがとうございます。今大臣の方から、行政と市民、政府と国民と言ってもいいと思うんですけど、その信頼関係を作るための最初の鍵は、まずこちらから行政が国民や市民を、県民かもしれないという言い方はあるかもしれませんけど、信用しなきゃいけないんだというお話があったのと、あるいはすべてのやり取りはやっぱりオープンにする、まさにオープンガバメントで、これを公開することによって、信頼関係の基礎が築けるということをですね、改めて気づかされた感じがします。で大臣、もう一つ少しまた別の方に話題に行きたいと思うんですけども、大臣が将来世代ということをよくこう今もおっしゃってるんですけども、今日はですね、私と大臣とのこの対談の後にですね、群馬県の若者、高校生、大学生とですね、丹大臣がいろいろと意見交換をしていただけるということで大変ありがたいと思ってるんですが、実は私はですね、これは丹大臣が発明したのか、もともと台湾にそういう制度があったのか分かりませんが、私は台湾の制度でぜひ群馬県に取り入れたいというものがあります。それはですね、大臣がいろんな講演でもおっしゃってるんですが、
リバースメンターという制度です。これはつまり普通は大体人生経験のある大人がですね、子供にメンターをする、つまり家庭教師じゃないんですが、いろいろと教えたり導いたりすると。このリバースメンターっていうのは逆で、むしろ若い人たちが年配の人たちにアドバイスをする、これを指導するっていう考え方ですよね。で、大臣の、ね、著書を拝見してすごく面白いなと思ったのは、これからのデジタルイノベーションの鍵はいわゆるデジタルネイティブが握っていると。つまりデジタルをものすごく自然に使いこなせる若い世代が実は主役になるんだということが書いてあってですね、丹大臣、私は63歳で年よりもなんか子供っぽく見えるって言われるんですけど、63歳なんですね。で、私が今実は政府からリクルートしてきた、若い副知事は丹大臣と同じぐらいの世代で、もちろん IT とか AI とか最先端のことにとっても詳しい人なんですが、丹大臣とか私が経済産業省から引き抜いたっていうか、にお願いして来てもらったウルガ副知事の世代、この人たちを、その丹大臣はですね、デジタルネイティブではないと、どっちかというとデジタル移民だというふうにおっしゃってて、実はデジタルネイティブは今日来られている高校生、中学、その大学生いると思うんですけども、本当に15歳16歳ぐらいからの下の人たちなんだと。で、この人たちはデジタル先住民であると、この言葉すごく面白いと思ってですね。で、丹大臣自身も立法院っていうか、日本の国会にあたる大臣をやっておられる時にも、いわゆるリバースメンターをやっておられたということで、私も若いアドバイザーはいるんですが、大臣がおっしゃっているように、例えば高校生のリバースメンターを知事が持って、今高校生の中で流行っているアプリとか、そのいわゆる高校生ならではのクリエイティビティみたいなものを学ぶ制度をですね、日本で初めてちょっと採用しようと思うんですけども、いかがでしょうか。この考えについてどう思うかっていうのと、このリバースメンター制度がいかにこの台湾の政治に活力を与えているかっていうところについて少しご説明いただけるとありがたいです。もちろんです。私もリバースメンターでした。このオフィスで働いてらした大臣のリバースメンターでした。私がそういったリバースメンターからこういった仕事をしているわけなんですけれども、ジャクリン・タイ大臣だったんですけれども、常に言ってたのが、彼女は若い人と、私は若い人と捉えていない、成熟した最後、サイバースペースで成熟した人間だと見ている。でも私自身でも、そのデジタル移民ですね、そのインターネットに1993年に移民をしたわけです。でもここにいらっしゃる皆さんは本当の真のデジタルネイティブの皆さんです。ですので、リバースメンターがいわゆる上級のその官僚に働くわけは、働くときは全ての可能性を示すことです、なるべくたくさんの本当にクレイジーなアイデアを、そして示すということですね。というのも、この上にいる人、私、40年で私もだいぶ年を取りましたね、若者ではありませんね。ですので、私のような年上の人間は、常に、すでに、いいソリューション、いい答えを知っているわけで、そういった訓練を受けたわけですので、経験もあります。でも、この経験こそが、本当にクレイジーなことを考えることを阻害要因になるわけですね。でも、本当に経験がない方がいいアイデアが、いい場合もあるわけです。ですので、若い人々は信頼されるべきです。本当にクレイジーでいいんだと、不可能なことを提案してもいいんだと。そして我々 の、年上の人間として、そして何かリソースが必要ならば、それを十分に、それを実現可能性というものを実験する、そのリソースを与えることです。例えば、いわゆるこれも、これは無理だというような役割を取るのではなく、我々としては、リソースを提供する人間でなければいけません。
例えば若い人々は我々のサービスを調達して、あ、アイデアは不可能だね、不可能に見えるね、でもこれとこれとこれがあればより可能性が高まるんではないか、では一緒にしてリソースをどのように提供するか考えてみよう、まあ、若い人はリソースはないわけですので我々の方でリソースを提供して、そしてクレイジーな考えをまあ実現する、まあ、もしくはまあ失敗してもそこから学びがあるわけですので、ありがとうございます。今日の丹大臣のお話を聞いて、群馬県もですね、知事のリバースメンター作ろうかなと本気で思っています。クレイジーな考え方を持った高校生を周りに集めて、とてもできそうもないアイデアを言ってもらう、できそうもないってもう言っちゃいけないんだけど、大臣がおっしゃったようにやっぱり長い間国会議員を経験し、まあ、知事をやってるとどうしても考え方がものすごく狭くなってきたり、なんていうんでしょうか、柔軟な発想ができなくなってきてると思うので、今日せっかく大臣からいいご質問をいただいたので、ちょっと知事の高校生アドバイザーメンターグループを作ることをですね、真剣に考えてみたいと思います。ありがとうございます。そこでだんだん時間がなくなってきてしまいまして、もう丹大臣とお話したいことは山ほどあるんですが、今日どうしてももう一つ必要、お話をしたいことはですね、大臣、今回のコロナ禍、新型コロナが日本にもたらした変化のうちの一つにですね、いわゆる地方田舎の価値の再定義っていうのがありました。コロナが起こる前はやはり全てこう大都会東京中心で、例えばその経済もですね、人をいっぱい集めて、ある意味で言うと密ができると、その中からこう収益を生み出していくみたいなビジネスモデルだったのが、例えば東京の満員電車、コロナ感染のリスクすごい高まりますよね。そういう価値観じゃなくて、むしろ例えば群馬県のような東京に近くても自然が豊かで、いわゆるこう広いスペースがあるような、こういうところが実は新しいビジネスモデルの中心になるんじゃないかというふうに思っているんです。で、大臣が著書の中でですね、例えば 5G のような新しい、なんて言うんでしょうか、システムはむしろ中央ではなくて地方から定着させるべきだというふうにおっしゃってるんですが、ここら辺大臣どうお考えでしょうか。このコロナ禍が突きつけたものはですね、もうちょっと大げさに言うと GDP 中心の経済成長みたいな考え方、もちろん経済成長大事なんですけども、でももうちょっと違う価値観を持ったビジネスモデル、生き方があってもいいんじゃないかということだと思うんです。その中で地方の役割、チャンスっていうものが大きくなってると思うんですけど、そこら辺は大臣どんなふうにお考えでしょうか。もちろんそう思います。台湾では、非常に進歩というものが、人権だと、過去コロナのせいでこれがやはり理解ができました。前は国際会議ですとかを開くと、例えば例えば空港の近くですとか台北ですとか、そういう大都市に国際会議を開こうと思うわけですね。でもこれがいわゆるその空港の遠いところは、その高速鉄道があるんですけれども、例えば高速鉄道であればそんなに遠くないんですけれども、でも例えば国際会議にはそういった地方都市っていうことを思い浮かないわけです。でもコロナの中ではこうやってバーチャルで国際会議は当たり前になりましたよね。そしてどこにいようと我々がいいブロードバンドの接続さえあれば、もう本当にはっきりとお互いの顔が見えますよね。そして例えばローカルの問題を、そのローカルの人々を、そして地域の人々を、それと国際的にこれを提供することができるわけです。で、高速鉄道そして高速道路は都市と都市をつなげるだけですけれども、インターネットはその都市を世界とつなげて、世界が皆さんのお隣さんにするわけです。時差と、眠る時間とか、それはちょっと関係しますけど、でもこの地方都市がはっきりと、まさにはっきり言っていただきました、どのような問題があるのか、例えば持続的な成長のゴールがあるんだということをはっきりこれが発言できれば、今我々 の通訳ですとか、それで会議があって、それで世界中にこれ発信できるわけです。そして本当に国際舞台に対してもいろいろ発信できるわけです。これはコロナ後でもこれは続くと思います。
まあ、本当にまあインフルエンザみたいになったとしてもこういった傾向が続くと思います。この国際的なつながりというものが続きます。そして私がまあいろいろ飛び回るようなことになっても私のアイデアも皆様のアイデア若い方の皆様例えばみんなアイデアがこれ一緒のところにあるわけです。何分東京からかかるかということは関係ありません。アイデアのおかげで、まあ、近くなるわけです。このようなつながりで近くなるわけです。ありがとうございました。今の私の質問に対しても大変いいご示唆をいただきました。実は今言った地域がですねこのコロナ禍で新たな価値を出現しつつあるという点で群馬県はこの快祖という言葉を作ってこれも漢字そのままなんですが心よい祖スペースがある空間があるということでなんとなくこうなんて言うでしょうかただ空間が広いっていうだけじゃなくて、まあ、そこになんかその地域独自の魅力があって人を引きつけるものがあってその空間にいることによってより精神的、まあ、肉体的にもより安定した状況になれるというようなところを目指しているということだけちょっとご紹介させていただきたいと思います。大臣この後もですね、実は群馬県の教育イノベーションについて大臣が著作の中でもおっしゃってた通り大学でどの科目を例えば選んだらいいかって相談されたときに本当にやりたいことが見つかるまでは大学行かなくてもいいんじゃないかというようなお話をされてたのも実はすごく共鳴してですねその話もちょっと今日は伺いたかったんですけどこの後おそらく若い人たちとのなんかコミュニケーションの中でいろいろお話もされるというふうに思うんであと2分とかいうのが出てるんでですね、最後に申し上げたいんですが大臣は今も世界中で引っ張りだこであちこち飛び回っておられると思います。でも大臣のインタビューとか著作を聞くと、まあ、日台関係についても非常に大切に思っていただいているということが分かるし大臣のご両親の、まあ、お話からもですねやっぱり台湾と日本の強い絆みたいなものを感じます。お父様がクリティカルシンキングを教えお母様からクリエイティブシンキングを学んだっていう本当に素敵な、なんかご家庭だったんだなという思うんですけども大臣がですね日本にまた来られてお忙しいと思いますが東京から近いですからとにかく少しでも群馬県に立ち寄っていただいてぜひですね群馬県のですね温泉に入っていただきたいと思います。その時は私も大臣に同席をさせていただいて、まあ、4つの温泉はそれぞれ特徴があって効能も違いますし群馬県のその、美味しいなんていうか料理もですね、ぜひ堪能していただきたいんで、ぜひ日本に来る機会があれば群馬県に立ち寄っていただいてぜひ日本の温泉旅館に一泊をしていただくということを最後にお願いし、まあ、今日大臣とこうして、お話ができたのは群馬県の台湾総会の皆さんのおかげなんで私もありがとうございました。そのことも感謝を申し上げてだいたい時間になったんでしょうか。最後に大臣から一言いただければと思います。知事ありがとうございます。本当に対話を楽しみました。そしてもちろん本当にもうそのまた海外旅行ができますので、まあ、日本のワクチンのおかげです。もうぜひ日本に訪れたいと思います。今年が終わる前に訪れたいと思います。まあ、スケジュールは我々の、まあ、外務省が決定するんですけれどももちろんお招きありがとうございます。今年1回以上は訪れたいと思っております。ありがとうございました。大臣私にとっては大変、ゴージャスな時間でした。大臣からいろんなお考えをいただいて、そのご示唆をですねこれからも新型コロナ対策とか群馬県 のより進化する民主主義とかこういうことにしっかり活用させていただければと思います。今度重ねて感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お時間となりましたので丹大臣と山本知事の対談を終了させていただきます。山本知事はここで退席となります。どうも大臣ありがとうございました。失礼しました。ありがとうございました。本日丹大臣とお話ししたい群馬県の若者が会場に大勢集まっています。時間も限りがありますので早速始めたいと思います。これから丹大臣に質問がある方手を挙げて大きな声で自分のニックネームも言っていただきたいと思います。ではよーいどん。はいどうぞ。一番最初
はい、ちょっと待ってください。はい、ソラさんですね。はい、どうぞ。はい、ソラです。英語で質問させていただきます。ちょっと待ってください。英語です。はい、どうぞ。英語で質問させていただきます。ニハオ、I'm Sora。 ソラと言います。 Hi, hi Sora. Nice to meet you. Very nice meeting you. お目にかかれて嬉しいです。I've been looking forward to talking with you today. 本当に本お話することを楽しみにしておりました。 And I'm really interested in new technologies. 新しいテクノロジーに興味があります。 Such as electric cars. 例えば電気自動車 EV。 Artificial intelligence. AI などに興味があります。Actually, last year, 昨年 I made a speech about an electric car. EV についてのスピーチをいたしました。 And this year, right now, I have been making my speech about AI. AI についてもスピーチをしてきました。 And one of the most important topics in my speech, 私のスピーチで一番重要なトピックの一つは、is that how to coexist with AI in the future. どのようにして AI と共存するかということですね、将来的に。 So, I have a question for you. ですので、ここで質問です。 So, for human, 人間にとって、will it be possible to coexist with artificial intelligence in the future? AI と将来的に共存することは可能ですか？ And how to coexist with AI in the future? どのようにして共存していけばいいんでしょうか？ Excellent question. Please tell me. 素晴らしい質問、ありがとうございます。 to me, AI means two very different things. AI というのは私にとって2つ全く違ったことを今します。 AI が2つのグループの人々の間にいて、我々の理解を相互に加速して我々のコミュニケーションを支援するならば、これはアシスティブインテリジェンス、支援するインテリジェンスですね。私の眼鏡のようなものです。私の見え方を支援します。私の目の代わりはしません。私自身の代わりはないです。眼鏡のおかげで皆さんのことよりはっきり見ます。そしてより効率的に皆さんにお答えができます。これが多くの AI がこの役割をしています。これは人と人の間にいて、人にとって変わるわけではありません。しかしながら AI システムを人間に成り代わるもの、そしてある人間のグループの成り代わるもの、これはオーソテリアンです。これはいわゆる権威主義的なインテリジェンスといいます。要するに人間の判断というものが信頼できない、人間の判断というものをこう、非常に、減退させる、これは非常に、悪しき状態です。人間はお互いを信じるのではなくて AI を信じるわけです。ですので例えば価値、バイアスなどによって孤立してしまいます。 AI をアシスティドビジョン、支援をするもの、これは常に人間の間のコミュニケーションを支援するものであれば、そうすれば共存するだけではなく AI と一緒に繁栄することが可能だと思っております。Okay, what a powerful opinion. 非常にパワフルなご意見ありがとうございます。 I'm very captivated. Thank you very much. ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次の方どうぞ。あ、じゃあこちらの先なんですけど、ごめんなさい。はい、どうぞ。はい、はい、ニックネームをお願いします。カラさんですね。はい、はい、英語で質問します。はい、どうぞ。 Hello, I'm Kara.I'm honored to see you. 非常にお目にかかれて光栄です。I have two questions. 2つ質問があります。Well, I think steam fields are now more important than ever before. いわゆる理数系というものがやはり非常に重要視されております。How can I, who struggle with steam subject, keep up with world? この苦手なの、人間としてどのようにしてこれは補っていけばいいんでしょうか。また同時に、自分の得意な歴史ですとか日本語ですか、文系科目をどう生かせばよいんでしょうか。いわゆる STEAM、理数系というのは非常にクリエイティブな分野だと思います。この、A というものは芸術ですね。そしてエンジニアリング、工学というものは芸術を作るものです。STEAM、理数系というものは暗記ものではなくて自己表現なんです。
your favorite subjects, 得意な日本語と歴史とおっしゃいましたよね。同じです。これはさまざまな理解ですとか、まあ、好奇心をそして人々と協力してそれを拡張する、そしてより人々に広めるということで、それをすることです。台湾でいわゆる STEAM 教育、理数系教育といったときは、これはデジタルリテラシーですとか、まあ、それ数学が得意とか言いません。それはデジタルコンピテンス、メディアコンピテンス、つまり何かを作り出す能力ですね。これを何かこれをコピーしたりということではないです。これは何か作り出すと、それは表現なわけです。例えば芸術を作り出したいときは、これは理解あるものの歴史のあるところを自分に取り込んで、それを再表現してより広く広めることですよね。私自身、まあ、素晴らしい創造物、例えばビデオゲームに、ね、非常にインスパイアされました。例えばゲームクリエイターからシッドマイヤーというその、まあ、ゲームのから世界の歴史を学びました。そしてそれから歴史の本を読みました。ですので本当に、まあ、この歴史の本を読むことによって、非常にこの、まあ、ビジュアル化することができたわけですね。ですのでこの STEAM によって作り出せられたテレビゲームがなければ、私の好奇心が刺激されて歴史の本を読むことはなかったでしょう。まあ、ビデオゲームをもっとやれというのではないです。もっとビデオゲームデザイナーに興味を持ってください。会話してください。例えばこのあるビジョンを拡張している、世界中に広めている人たちとつながってください。そうすると芸術デザインを皆様の中でもそれを作り出すことになるかと思います。Thank you very much. ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、では向こうの方、あ、確かにコトミンさんですね。はい、どうぞ。皆さんこんにちは。コトミンです。タンさんは今までにたくさんの人材を見てきたと思いますが、人材を教育する中で大切にしていることは何ですか？また目を引く人材というのはどういった特徴がありますか？教えてください。いい教育者というものは、学生と学ぶ、生徒と学ぶ人だと思います。まあ、非常に、まあ、その権威を持ったり、こういった答えというものがあるんだと決めつけるのではなく、まあ、包容力があることですね。まあ、その好奇心が、生徒の方で好奇心があると、そして私もその好奇心を持つということが教育者だと思います。この共感を持つという能力、共通、ただ好奇心ですか、その共通のものにそれを共感して、そして一緒にそれを探るということ、それが一番、まあ、その教育者にとって一番重要な資質だと思います。例えばどんな科目でもこれは変わります。そして昔は正解だったと思っていたものが将来的には変わるかもしれません。しかし好奇心、そして一緒に探索するというこの精神というものが、これは続きます。ですので、まあ、生徒に対してこのような好奇心ということを、まあ、伝えることが一番重要だと思います。またただ単にすでにあるような科目だけではありません。新しい科目というのが出てきます。まあ、これはさまざまな科目が混ざっているものが出てきます。例えば、まあ、その STEAM における芸術というものは新しい考え方、この方はいい人材ですね。これがもともとあるような科目ですとか、そういった学部にフィットするわけとは言いません。自分たちの例えば科目というものを自分たちで作るような人、例えば存在するような星座に自分の星を置くんではなくて、新しい
星を作り出して、まあ、その星の周りに自分の星を集めて新しい星座を作るわけです、まあ、その自分でその知識を生み出してるわけではないんですけれども、自分でそのつなぎ方を工夫するわけです。なというのも星座というものはどのようにつなげるかというのも自分自身人間 の想像力が作り出したものですよね。でもみんなが自分の星座を作る能力があって、ですのでいわゆるその人材に比べてそれが今新しい人材の考え方だと思っております。ありがとうございます。マンさん大好きです。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、じゃあ向こうの、はい、じゃあ奥の方、はい、お願いします。英語で質問させていただきます。英語です。トッティと言います。ニンハオ。My name is Totti. Totti と言います。I have a question about the Taiwanese government. 台湾政府について質問があります。In many countries, 多くの国で、it is difficult for governments to focus on speed. スピードに重視することは難しいと思います。Because they have to go through many discussions. というのも多くの議論を重ねる必要があるからです。Before implementing their projects. そして、まあ、そういった政策を実行するまで時間がかかるわけなんですけれども、I hear that you developed the mask map. 担当大臣はマスクマップを in only three days. わずか3日で開発されたそうです。Why were Taiwanese government able to implement such an innovative policy so quickly? なぜ台湾政府はそのような革新的な政策をそんなに早く実行に移すことができたのでしょうか。Thank you. That's a great question. いい質問ありがとうございます。まず第一に、私はアイデアをマスクマップ私から出てきたから出てきたわけじゃありませんと、まあ、台南市のウーさんから出てきたんですね、まあ、他のまたもう一人の台南の方もまたそのアイデアが出てきました。ですので台北までわざわざ旅行して説得する必要はなかったわけです。そのアイデアをそのインターネットに公開して、これはオープンイノベーションでみんながそれに共有貢献したわけです。オープンであればみんながそれを試して、そして、まあ、非常に試してみて、これは役に立つなと、そしてそれがもうニュースになって国際的なニュース、私がその、まあ、実際国のニュースでしたわけですね。これは伝統的な政府調達とは違いません。おっしゃったように大臣がまずコンサルタントに相談して、そして調達をどうするのか、そして入札をして、まあ、そのような過程ではなかったわけです、まあ、国民の方からいいアイデアが出てきたと、そして前に進んだと、そしてもうそれが非常にもうホットになったと、そして政府の方に圧力をかけたわけです、まあ、なぜこれに積極的にやらないんだと。でもオープンソースモデルを選択したので、つまり、まあ要するに、まあ、そういった消費権というんですか、それをもう取らないということを決めたので、まあ、政府は、まあ、それからをその、まあ、メンテナンスをして、そのオペレーションをきちんと維持をしてればいいわけです。そしてリアルタイムデータ API を提供するわけでいいわけです。私のアイデアではないんです。私がしたのは誰もが時間を無駄にしなくていいと、もうこれを維持するために時間を無駄にしたいと、まあまあ、機械が自動的に数字をアップデートすると、まあ、マニュアルでやるんではなくて、でこれが私がの貢献です、まあ、つまり人、まあ、いわゆる官民協力、まあ、社会セクター、オープンソースのそのコミュニティ、日本でもありますよね。このアイデアを作り出すわけです。政府はいわゆるリバース調達、我々の方が、まあ、そのメンテをするわけです。そして民間と協力してそれを拡張する。例えばコンビニでそれを、まあ、マスク その配給でコンビニを利用したりするのは、そういった拡張版ですよね。人の方からアイデアが出たと。そして、まあ、公的セクターはそれを拡張した。そしてお互い協力したと、まあ、いつも人、ソーシャルセクター、人からこれが出てきたものだと思っております。Thank you very much for your answer.
ありがとうございます。After listening to your studies, お話を伺って、I'm really interested in the Taiwanese government. まあ、台湾政府に非常に興味を持ちました。 So I'm going to study about the Taiwanese government from now on. ですので、今から台湾政府について勉強していきたいと思います。Thank you. I believe that would be a very interesting field of study. まあ、非常に、興味深いところだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。はい、次、先ほど前の方を、ね、一番、はい、端っこの方で、次はこちら の, 方にも行きます。まだまだ時間ありますのでご心配なく大丈夫ですよ。はい、どうぞ。英語ですか？日本語です。日本語です。あ、 Your name。 こんにちは、アスカと言います。アスカ speaking。 日本には私の学びたい分野を学べる大学が少なく、留学も考えています。コロナ禍でオンライン授業が増える中、私はオンラインで海外の大学の授業を受けられるようになったらいいと思いました。タンさんはどう思われますか？ありがとうございます。私はその14歳の時に中学から、まあ、1995年に退学、自主退学したんですけれども、まさにすでにオンラインのコミュニティと関わって、まあ、そのインターネットを通していろいろ知識を蓄積したわけです。好奇心を満足させるためには、まあ、一つの視点から学ぶだけでは物足りませんでした。つまり、まあ、全ての見方、さまざまな文化、それをインターネットで探せる限り探して、これを好奇心を満たしました。つまりはもう本当全てのさまざまなコーチ先生を、まあ、インターネットで全てこれ探って全て橋渡ししようと。これがもし本当に何かに興味を持って、そういった探求心を持って、多くの視点で一つのものが見れるんだ、でも共通項もあるんだというような考え方が持たれるならば、そしていわゆる遠隔教育にもオンライン教育にもご興味があるかと思います。でも、もし学びたいことが近しい関係が必要ならば、例えばその看護ですとか、例えばまあセラピーですとか、そういった、まあ、そういった介護ですとか、そういったまあ、学びたいならば、そのオンラインだけではなかなか満足できません。それは何かオンラインが何か間違っているということではなく、例えばカメラですとかインターネットのそのスピードというものが、例えば一部の 10Gbps、まあ、という、このまあ環境から受ける環境というものがそれでは十分ではない。例えば 6G よりまあ行くと、本当にリアルタイムでお互いがその場にいるんだというようなスピードになるかもしれません。そしてまあ好奇心を満足させられるかどうかというのは、この非常に同じ人とようなコミュニケーションが必要なのか、それともより遠隔でいろいろやり取りをして、さまざまな視点を取り入れることができて、より抽象的なことに興味があるのかによるかと思います。まあ、どちらのが好みか好奇心があるのかということなんですけれども、ちょっと私にとってはそういったことが役に立ちました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこの辺、どなたが、はい、はい、どうぞ。はい、英語ですか？日本語。はい、日本語です。キララと言います。よろしくお願いします。タン大臣は24歳の時にトランスジェンダーだと公表したと聞いております。24歳となると、
今から15年ほど前になるので、今よりももっと性的マイノリティに対する偏見や差別が大きかったかなと思っています。なぜその時に公表したのかと周りの反応を聞きたいなと思います。その時第2の、まあ、このような、まあ、第2の思春期ということをやって通過してたんですね。これが、まあ、それを隠していたらば家族や親族、そして親しい人からのサポートが得られなかったわけです。もしそしてでも非常に丁寧だけれども非常に、まあ、まあ真摯な方法でカミングアウトすれば、例えば友人や家族の好奇心というものが、まあ、本当に簡単に、まあ、答えができるわけです。まあ、情報が、まあ、インターネットの情報で提供してこうですよという説明ができたわけです。そしてインターネットとか、例えばトランスジェンダー、またいわゆる LGBT と失礼、そういった人たち そのサポートネットワークがあるわけですので、ですのでカミングアウトができたわけです。サポートがありました。この大きなそのコミュニティが私がなければ、まあ非常に孤立していたでしょう。そしてフルに、まあ、そのことを公開できなかったでしょう。まあ、その思春期を通過することは、まあ、本当に友人や家族にとっては厳しいですよね。まあ、男性であろうと女性であろうと思春期は非常に厳しいわけです。でも、まあ、知識、サポート、そして愛がその国際的な、まあ、オンラインコミュニティからサポートがあったわけですので、一緒にこれを乗り越えました。まあ、どちらにしろ 2,3 年しかこれはまあ、かからないので、その後は、まあ、成熟した大人になったというわけです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあこの辺もう一回、はい、手を挙げてください。はい、じゃあ大学生の、はい、あやさんですね。はい、どうぞ。日本語で質問します。あやと言います。本日は貴重なお時間ありがとうございます。タン大臣は台湾でそのコロナ禍において迅速ないろんな政策を打ち出したと思うんですけど、なんかその変化の多い今の世界において本当に新しいことに挑戦していくのはとても大事なことだと私も思いました。でもその若者は特に新しいことに挑戦するのに怖いって思ってしまったり、失敗したらどうしようって思うことがあると思うんですけど、それに対してそのタン大臣はどのようにお仕事をなされているのかっていうことと、私たちにできるその新たな挑戦をなんか後押ししてくれるようなアドバイスがあればお願いします。まあ、非常に慎重であることにも間違いではないと思います。リスクを取るのに慎重なのが悪いことではないと思います。20人人がいれば、そしてみんながクレイジーでみんながリスクを取っていたら、まあ、チームがもう崩壊してしまいますよね。そしてまあ崩壊してしまいますよね。でも逆に20人の人がいてみんなが保守的でリスクを取りたがらないというならば、まあ、20人も必要ないですよね。同じ意見ならば重要なのは、まあ、個人個人のリスクが、まあ、取るのか取らないのかという個人のことではなくて、20人のチームの中で、まあ、非常にこの多様性が、まあ、最大限あるということですね。新しい課題が来ると、まあ、本当にまあやってみようと人もいれば、まあ、ちょっと待ってこれがここを考えなければという人がいるというわけです。このチームの中に両方がいることが重要です。でも重要なのは、まあ、インクルージョン、多様性、そして、まあ、その平等性、平等であるということですね。まあまあ、一人の人が我々がリスクを取るべきだ、いやもうちょっと、まあ、保守的であるべきだということではなくて、そのチームの中でそうやってお互いの多様性があって、お互い重要な役割を果たすということが重要なのかなと思います。熱い説明ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ向こうの方ちょっと手、はい、じゃあ男の方、メガネかけてるのは、はい、どうぞ。ジョーと言います。はい、ジョーさんですね。はい、お目にかかれて光栄です。
日本ではコロナ新型コロナウイルスによって旅行会社の方であったり飲食店等の経営者の方が失業してしまうという問題が起きています。台湾も少なからずそういった問題が起きていると思いますが、失業者に対してどういった政策を取りましたか。またこういった問題に対して私たちはどういった行動を取るべきだと思いますか。本日ですけれども、例えばその室内の飲食は可能ですよと本日発表しました。ですので台湾で最悪級は過ぎたと思います。でももちろん過去数ヶ月非常に厳しかったと、他の世界の他のところでも非常に厳しい状況がありますよね。台湾で何を注力したのかというと、この国の支援というものが非常に手に入りやすい、本当に使いやすい。例えばコロナで厳しい状況であって、そして失業手当というものが受け取れなかったという人がいるとすれば、デビットカードを使ってでもその ID カードナンバーというのがあるんですけれども、そして1万台湾ドルを受け取るわけです。例えば書類を記入しなくてもいいんです。例えば申請もしなくていいわけです。ATM に行ってもしくはオンラインで申請すればいいわけです。この国からの支援、そして福祉へのアクセスというものが、それ自体が何か尊厳を傷つけたりですとかリスクですとか不必要な時間を取らないようにするということが重要です。本当に書類を記入しなきゃというよりも日々の生活をきちんと手当てをするということが重要です。この担当の中大臣はそのマクロ経済の担当なんですけれども、でも基本的には州は国は積極的に支援をすると、なるべくその苦痛を起こさない、もしくはその機械コストの損失にならないこと、とそういうことが重要だと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ向こうの方も一回、はい、じゃあどうぞ、お隣の方です。はい、英語で話します。はい、英語です。 Hello, nice to meet you. I'm Lin. I'm glad to see you. I have been studying about gender problem since I was junior high school student. 中学の頃からジェンダーの問題について勉強してきました。 For example,Men's makeup, the thinking of genderless, and I presented it in my school several times. それを発表も何回もしました。But I often think that the most important thing is power to send the idea for more and more people. より多くの人たちにこの考え方を理解してもらうことだと思っております。I'm not confident because I think I don't have power and courage to attract many people. 多くの人たちに訴えかけるようなその力がないのではないか、勇気がないのではないかということで少し自信が持てません。Okay. I also saw the story of the boy's pink mask.In your country, 台湾での男の子のピンクのマスクというようなストーリーもありました。Your imagination and ability to take action are so great. そうやって行動を取れるその想像力、そして行動力、素晴らしいと思います。Now I have a question. What do you think I should in the future? And how do you think Japanese young people can change their consciousness of gender? そのジェンダーのその考え方、意識について日本の人々はどう変えていけばいいのでしょうか。そのピンクマスクのことしていて嬉しいです。本当にこの質問歓迎します。というのも我々はポストジェンダーの人間としてジェンダーというものは経験です。ラベルではありません。私は
まあね、第93年、90年第一次の思春期があって、2回目の思春期が2005、2006年通過しました。でもこれは、まあ、性別がどうだこうだとはもう言いません。この経験をしたということが非常につながりがあるわけです。私の経験は皆様の経験と似たものですので、ですのでお互い似たような経験をしていろいろ話せるわけですね。例えば私は台湾人ですとか私は日本人ですと言ったりするとこれが離れてしまいますよね。あ、でも似たような経験してますよね。例えばピンクマスクという共通の経験がある。そうするとつながりが深まるわけです。もし私たちがジェンダーのことを経験として考えて、そしてそのジェンダーの流動性というものがより多くのことが経験できることだというふうに考えれば、ステレオタイプから解放されるわけです。例えば化粧しなければいけないですとか。でも同時に、まあ、もし同じような経験があれば私と一緒に化粧をするという経験を共有できるわけですよね。例えば化粧をしなければいけないというような、それとはまた違うわけです。この伝統的なジェンダーの役割を乗り越えて、まあ、社会的な役割ということを乗り越えてこそ、いわゆるジェンダーのステレオタイプから解放されて、お互いを人間だと考えるわけです。まあ、時々は違うけれども、時々は同じ経験をした者同士だというふうに理解できるわけです。ありがとうございました。ではこちらの辺、はい。じゃあどうぞ。ごめんなさい。後ろの方先。はい、どうぞ。あ、はい、向こう。はい、髪の毛が長い方ですね。はい、どうぞ。こんにちは、アイナです。台湾では IT を活用したコロナ対策が効果的な結果が出ていますが、これを日本で活用するとしたときに、高齢者の IT に馴染んでいない高齢者への対応が必要だと考えています。彼らが IT を使いこなすには、どのような対策が必要だと思いますか？もっと時間を一緒に過ごします。というのも、若い人々が高齢者ともっと時間を過ごせば、まあ、友達と付き合うようにですね、友人が何かに優れていれば、そしていつも共有してくれるならば、まあ、いずれは興味を持ちますよね。もし友達が時間を過ごしてくれなくて、ただこれがどんなに素晴らしいかと話すだけだったら、友人はまあ、この素晴らしいピカピカしたものにとらわれているんだと、まあ、その友情が壊れてしまうんではないかと、まあ、ちょっと羨ましかったり、まあ、この友達が興味を持っているものに羨ましくなってくるかもしれません。まあ、高齢者はそういった感じ方をしているかもしれません。若い人、友人、家族のもの、まあ、この例えば本当にスマホですとかに夢中になっていて孤立感を覚えているかもしれません。ですので重要なのは、まず IT を機械と機械をつなげるもの、まあ、人間と機械をつなぐものではなくて、人間と人間をつなぐものとして理解することです。まあ、我々 IT を使ってますよね。私の考え方、皆様のアイデアがつながってますね。これが正しい使い方です。まあ、ちょっとバカバカしく思うかもしれませんけれども、こういったビデオ会議をしたらいかがですか？おじいちゃんおばあちゃん、もっとそれ、おじいちゃんおばあちゃん、もっとビデオ会議してください。まあ、そしたら、まあ、我々と同じ世界にこうやってみんな引き入れるわけです。そして何か面白いことを共有できるならば、まず例えばフィルターがこれが楽しいよということを共有すれば、そうするとおじいちゃんおばあちゃんが面白いなと思うわけです。だから、あ、私もできるんだと。そうすれば高齢者同士でお互い教え合うわけです。でも強制する、こっちの世界に強制的に引き入れようとするとこれはうまくいきません。一緒にその世界に入って共有するということが大事かと思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ前の方、はい、すみません。ミーナです。お願いします。自分のことをしっかり知っていないとトランスジェンダーだということは自覚できないと思いますし、自分の意思をしっかり持っていないと学校を辞めて自分の道を進んでいくということを決めることはできないと思います。私は正直自分が何になりたくて、これから何をしたいのか分からなくて、なので聞きたいことは、どうして自分のことを理解できたのか、どのようにしたら自分のことを知って自分の意思で行動できるのか教えていただきたいです。まあ、哲学的な質問ですね。まあ、5時間、7時間、もう議論できますね。でも5分しかありません。ですので、ちょっと短く言わせてください。私自身の経験は、私自身であるのは、私が、私のコミュニティのその文脈背景の中に入り込むことによって初めてなるウプントゥであると言います。アフリカではウプントゥというのは我々は自分自身では完璧ではなく、まあ、コミュニティが完成させることによって我々が完璧になるというのは、我々は、まあ、関係性を持って成り立つわけです。まあ、抽象的な人間というのはありません。個人というのはありません。我々は星座の星なんでわけです。そうやって人間性の関係性があるわけです。ですので17の違うコミュニティに存在しているので、この重なりというものが私を定義づけるわけです。例えば個人のための個人化ではなくて、コミュニティを探し出すこと、本当に時間を過ごすの楽しいコミュニティを探すわけです。でも一つのコミュニティに閉じこもるのはいけません。まあ、そうすれば5つ6つ7つの違うコミュニティの一員で、まあ、違う考え方、見方、価値観があるわけです。でもご自身はこの違ったコミュニティをその知識を共有できるという非常にユニークな個人です。だからパズルの1ピースというわけです。ですので、コミュニティを一緒にこうつなげるピースです。まあ、そうすれば自分自身も分かるわけです。でもまた同時にコミュニティで自分自身を溶け込むわけです。まあ、ちょっとこれはパラドックスですけれども、でも実際こういったことではないでしょうか。ありがとうございました。たくさん質問が、ね、飛んできまして、すごくびっくりしました。なんですけれども、時間はもう迫ってきましたので、まだまだお話ししたいことがあると思うんですが、最後に丹大臣から若い人たちに一言お願いしたいと思います。お願いします。ありがとうございます。非常に洞察力にある、深い、そして個人的な、そして率直な質問をありがとうございます。感銘を受けました。これは始まりにすぎません。我々のコミュニケーション、また関係性の始まりでしかありません。この、第1回目皆様に語りかけてくれました。皆様に、私が訪問するとき、バーチャルでも本当に実際にお会いするときは、より我々の相互の理解をさらに進化させることができるでしょう。我々はリブロングアンドプロスパーですね。はい、ありがとうございました。丹大臣、ここで一つちょっと無理なお願いがあるんですけれども、あと30秒の時間をいただければ、私たち皆さん丹大臣と写真撮りたいんですけれど、よろしいんでしょうか。無理にお願いしてと思うんですけど、ぜひお願いします。大丈夫ですか。はい、じゃあ皆さん前の方にどうぞ。早く、もう時間ないですので、これはチャンスです。はい、あ、そうですか。
あ、ごめんなさい、戻りましょう。ごめんなさい、密になりますので、我们要等那个 YouTube 完了之后才可以跟你一起照相，你可不可以再留一点点时间给我们呢？谢谢，请你再留一点时间给我们。はい、じゃあここで私たち先に台湾の言葉を学びましたよね。ここで丹大臣に皆さんせーのでありがとうございます。In Chinese OK、はい、せーの谢谢、はい、拍手でお送りください。でも丹大臣待っててください。私たちは丹大臣と写真撮りたいんです。はい。